おはようございます。おはようございます。ドルフィニストアツです。ドルフィニスト彩子です。3月3日、火曜日、毎月第1火曜日は、イルカくんイルカちゃんの聖なる言葉をお届けしています。はい。今日もよろしくお願いはい、しよろましくお願いす。します。外ね、はね、もう、ね、今日はおひな祭りということで、今日実は私たちは、おこっとをね、幼稚園の方で聞かせていただくことになってるんですよそうですね、ひなね。ね。祭りの行事で、東京の江東区の方の幼稚園に呼ばれてまして、まあ、私、お琴弾きまして、ドルフィニスターズは。私はジャンベってアフリカの太鼓ですね。を弾いてきます。まあ、幼稚園の子供たちが、まあ、ひな祭りのことをちょっとこう、覚えてもらうために、そういう行事をまあされてるんだと思うんですけそうね。最ど。初にね、まあ、お琴っていう楽器、実際、触れたことない方が多いので、まあ私はね、母と祖母がお琴の、師匠という家に育ちましたので、もう自然と子供の時からやっていましてね、自分もね、そんな人生になる、お琴の先生になることぐらいしかイメージの中になかったんですけど、まあある日イルカがやってきて、こんな 毎日にはなってるんですけれども、そうね、まずはお琴の楽器って何なんだろうって知ってもらうために、ですね。一番、まあ、有名な曲がね、春の海っていう曲だと思うんですけど、お正月にスーパーとかデパートとかでかかってるね。じゃん、チャラララララン、じゃん、チャラララララランっていう曲ね。耳に、知ってるっていう知ってますよね。ね、お正月よくかかってますもんね。方多いと思うんですけど、あんな曲をやってみたりですとかね。あとは、おひな様のね、歌は子供たちと一緒に歌って、たりするんですけれども、あとね、あと、ポニョですね。崖の上のポニョ。ポニョの曲をお琴でやるって、まあ、なんか斬新な感じがするんです結け構ど。激しいんだよね。ちゃんちゃちゃんたたたたたたたんみたいなね、感じで。で、太鼓を 太鼓をや、合わそこせ一度て。合わせてやってきます。楽しみだね、今日ね。もう今日9時過ぎぐらいまでそうなでするかね。な。そのちょっと関係で今日は9時半前までに、まあちょっと終わる感じにしたいと思ってます。よろしくお願はいい。しよろしくお願まいしす。たくさんの方アクセスいただいてありがとうございます。クラマさん、おはようございます。おはようござまいます。す。事務局大塚さん、よろしくお願いいよたろしくおし願まいす。します。中間さん、おは芝ようさござん。います。芝さん、おはようごおざはようごいざいまます。す。エコルさん、おはようございます。おはようございます。ララ、千葉さん、ララ千葉さん。おはようございまおはようごす。ざいまそしてララさん。これは別の方なんですかね。おはす。おはようようごござざいいまます。す。よろしくお願いします。ミミミさん。ミミさん、おはようおごはざいようごまざいす。ます。山田さん。おはようごおはざよういございまます。す。ミポリンさん。おはようごおざはいようごまざいます。す。匠の神さん。おはおようはごようござざいいます。まそらす。そらさん。おおははようようごござざいいます。まチョコリンコさん。おす。おははようようごござざいいまます。す。マコリンさん。おはようおごはざよいうごまざいす。まアツの着ているシャツはウエスタンシャツなんですか？っす。ていうそうですね。質こ問れではすね。ディズニーランドでこれ買ったんですけど、なんかね、ちょうど、そうね、ウエスタン風なんですかね。ウエスタンのね、コーコーナーだったね。ナー。そこでたまたま見つけて買ったんですけど気に入ってますね。ミサさん、おはね。おようはごようござざいいまます。す。テリーさん、おはおようはごようござざいいまます。す。ルンちゃん、山田さん、まゆみさん。あ、まゆみわんこさん、岩手。わんこそばそうのね。わんこさん。おはようごおはざようごいざいまます。す。かのんちゃん、かのおちゃはん、おようはごようざごいざまいます。す。髪切ってイメチェン気分。あ、そうだよそうでね。すね。これぐらいあった髪切って、ちょっと軽く、気分軽くなりました、かなり。いちぼさんかな。いちいちぼ、ぼうさんですおかね。はようございおまはようごす。ざいます。みゆゆさん、おはようございおはようまございす。きまんす。さん、おはようございまおはようす。ございます。かりゆしさん、おはようごおざはいようごまざいます。す。あっさんは何着ても似合いそうだな、テリーさいやいや、ありがとうございます。ん。ありがとうございます。猫ママさん、おはようございおはようごまざいす。セまントさん、おす。はようござおいはまようございす。ます。皆さん、朝早くからアね、ク本当セありがスとうごあざりいがまとうごす。ざいます。最そうね、近は、最近ね、キャンドルライトの方なんですけどね、マスターゲートさんが来日またされてまして、今、会員向けっていうことで、まあ、メンバー向けに、まあ、ちょっと講話をされたりしていただいてるんですけど、
本当に素晴らしい話を、まあ、毎回聞かせてもらってますね。まあ、特に今は、まあ、ゲートさんの中でもちょっとこう思うところがあるみたいで、まあ、その方向に向かって、こう、皆さんにこう、メンバーの人に火をつけてる、そんな感じなんですけどね。まあ、本当に、まあ、時代的にも、よりもっと目覚めていくっていうことが起こっていくのかなって、まあ、私たちもちょっと感じてますそうですね。ここ数日でも全然違いますよね。なんか、いろんなね、インターネット上で見てる、まあ、Facebook とか見ていても、なんか皆さんの意識がどんどん変わっていってるなっていうのを、ここ数日でも強烈に感じています。まあ、ケイトさんがそうやって、火をつける感じがされてるんですけど、まあ、それは私たちの内側が求めてるからこそ、まあ、そういうふうになってるんだと思うんですよね。まあ、本当にそういうのが、もう一人一人の中に起こってきてるっていうことを、なんか、感じていますね。なんか、すごく目覚めの連鎖がどんどん加速してますよね。なんか、Facebook とか見てても、そういうふうにおっしゃってる方、たくさんいらっしゃいますよね。テリーの心にあ、火をテリーつのけ声て。に火をつける。いつも燃えてるじゃないですか、テリーさん。テリーさん、燃えてるじゃないですか。面白い。トシエさん、おはようございます。久しぶりにイルカくん、イルカちゃんのメッセージをライブで聞くの楽しみにしています。ありがとうございありがとうございます。ねえ、本当に、火ついたんですか？自分の中ではついてるんだけど、もっとっていう感じがなんかある感じがしますね。そうね。この、アツさんはですね、すごい常に冷静でね、なんかこうクールな感じなんですね。結構中は熱いんですよね。まあちょっとこの時期を待ってたっていう感覚もちょっとありますね。待ってました。待ってましたね、子なん供のか。時から。ああ、そうかもしれないね。もう3歳ぐらいの時、トイレ入ってて、このままではいけないって思ったんですよね。そう。このままではいけないけど、死んではいけないって思ったかも。死んでは死んではいけない生きなければいけない。って思ってましたね。死んではいけないっていうのはどういう感じなんですか？子供ながらにして。なんかすごく志切が。実になんかそれを生き抜かなければいけないって強く思ったのを覚えてます。どんな地震や災害が起こったり、まあ、例えばね、泥棒が入ったりとか、そんなことがあったとしても、生き抜かなきゃいけないみたいなことを、なんかトイレ入ってる時にそれを思った覚えがあるのを覚えてますね。3歳の時。5歳かな？あ、5 5歳ぐらいで歳すの時、5ね。歳の時。まあ、あれですよね。赤ちゃんの時に、こう上でくるくる回るのを寝ながら見てて、なんか思うことがあったんでああ、すよ。そうね。それはまあちょっと余談なんですけど、寝てる時に上によく赤ちゃんをこう、まあ安心させるっていうか、多分こうガラガラみたいなこう、まあ、回ってるんですよね。で、回ってるのがあったんですけど、まあそれを見ながら、もう多分、そんな年も0歳か1歳かわかんないんですけど、見てる。で、それを見てた時に、なんて子供騙しなんだと思って見てましたよね。なんてことも。これで、なんか気分は変わるんだろうか、みたいな感じで見てましたけど、すごく冷静な私がいました。面白い。そんな感じなんですけども。みこさん、おはようございおまはようございす。ます。七色ピッピさん、おはようおはごようざごいざいまます。す。みこさん、おはようございます。初めての参加でいきなり絵文字だけ送ってしまう。全然構いま全せ然ん。大もう丈夫です何でよ。も送ってください。トルフィンアイちゃん、おはようおごはようございざいまます。あやす。ちゃん、おはようございおはまようございす。ます。トルフィンアイちゃん、冷静ってありますけどね。本当にね、それこそ泥棒もね、うちに入ったことありますけど、そう冷なんで静すでよしたね。ね。火事もまあ、うちじゃないですけどね、私たちがいた部屋が火事になった時がありますけど、冷静でしたね。火事みたいです、みたいなね。そうだまあ、ね。いろんなことあってね、そういえば昨日ちょうど話してた話なんですけど、生まれた時から、まあ、何を感じてたかっていうと、あ、人生
って長いねって、なんかもうこれからさらにやっていくと思うと疲れるなっていう、なんか疲労感、徒労感みたいなのを、なんか子供の時からそういえば感じてたよねって話をして何歳、何歳の時？何歳？それこそ本当ちっちゃい時からですね、2 5歳、歳。3歳、5歳、小学校、幼稚園くらい。5歳とかですかね。もうおじいさん、もうお長老じいみさたんいだよなね、なん発か。想ですよね。本ま当たなん一か、からか、みまた一からかっていうのはもう本当に思いましまたリセットして同じようなことやるのみたいな感覚はありましもう本当、ひげ生えてる5歳みたいな感覚ですよね。なんか、恐ろしい。たね。とかなんとか言いながらもうこの年になってますからね、だんもだん似合うようになってきて、う。いや、そんな似言合って葉るのがも。よくわかんないですけど。なんか年齢が追いついてきて、あ、だんだんこういう、この時を待ってたんだ、みたいな感覚。でもそういう方多いんでしょうね。だって何回も何回も転そうで生すよしてるね。としたら、もう散々ね、人生80年とか50年とかっていうのを何度も何度も繰り返してたら、あ、またか、とかね。そういう感覚って内側にあるんでしょうね。こう、もちろん希望に燃えている部分もありながら、なんかこう、ああ、疲れ、ああ、これからまたやるのか、みたいなのも同時にあるっていう、ね、そういう感じだったと思います。赤ちゃん、幼児の時の暑さのコメントが楽しすぎる。なんかね、その偉くさめてるんですよね。でもね、よくワークショップとかクラスとかで、この、アッサンと会ってる人は、このセリフの似合いっぷりとかがよくわかると思うんですよね。とにかくあのね、夢と希望、まあ夢とか、その情熱とかね、夢に向かって突き進んでいく勢いとかもものすごいんですけど、まあそれで私たちこうやってね、何もないところから、こんなね、イルカのメッセージを伝えるとかね、人の、目覚めのためにね、一緒にワークしていくなんていうことがね、全然そのインターネットとかでもそういうのが少ない時代からずっとやってきたんですけども、そういう熱いパワーとか推進力とかね、そういうのあるんですけど、まあ、なんというか常に冷めてるわけですよね。まあ、冷静というか、淡々とやってますよもうね。この現実は全て幻想なんだよ。なんて言うんだっけ、なんかいつも言ってるセリフが。まあ、この世は幻想っていうのはよく言ってます。砂の上の、砂上の楼閣っていうね。それは昨日、まあ、ゲイトさんが言ってましたけどね。すべては砂の上のね、に作ったお城みたいなもので、自分で作ったつもりでも、すぐなんか波が来れば消えてしまうものなんだっていうね。この現実が、そうやってどんなに一生懸命こうやったものも、まあ時が経てばやっぱりそれは自分の、例えばね、自分が死んだら、その記憶さえもあっという間になくなってしまうような、そんなあやふやな、この現実なんだよっていうのをね、まあ、昨日ケイさんおっしゃったんですけど、まあ、それはなんかもう、なんかよくわかるなっていう感じがします。かりゆしさんが、私も保育園児の頃からあつさんのような感覚がありました。何年生きるだろうと小学生で思ってました。そうですよね。多分これ共感していただける方だったら多分、ね、いらっしゃると思うんですけど。ね、マコリンさん、火といえばここ最近消防車に遭遇するんですが、昨日も車で外出してて帰りに見て帰ってきてガレージのシャッターを閉めていたらまた消防車が前を通り過ぎていきました。あっさん呼び捨てになってごめんね、さんが抜けてた。全く気にしないです大よ丈夫ね。です。大丈夫です、大丈夫。消防車ね。消まあ、防今は車。乾燥する時期っていうのもあるんでしょうけど、でもね。あ、そう、それでいて、科学者ですから、すごい冷静なんですね。乾燥してるからとか、そういうことも言ってね、もう、さらっとね。そんなこともあります。消防車。燃えつつ、消しつつ、みたいな感じですかね。浜田さんも書いてます。私は4歳ぐらいの時に保育園のお昼寝の時間に天井を見上げながら、あ、体がある、体の中に私が入っている。今日こう思ったことをずっと覚えていようって思いました。ずっと覚えてるね。なるほどね。
体がある、体に入ってるっていうのははっきり自覚した時なんですかね。そうですね。4歳。ねえ。私もあります。なんかこういうふうに思ったことをずっと覚えてよっていうふうに思うことありました。今こういうふうに思い立ったことを覚えとこうみたいに子供の時すごく思ったことがあります。さっちゃん。第9の娘と共にワクワクで参加させていただいています。うん、朝、あやこさん、イルカくんファミリー、いつもありがとう。うん、ありがとうございます。ともこさん、この世は幻って書いてあります。かのちゃん、ジャンベの音の表現は熱いのかしら？聞きたい。いや、どうですかね。どうですか？ちょっとまあ、今回のところはね、お琴に合わせる感じなので、まあ、どっちかというと、そうね。冷静な感じ。合わせた感じ。リズムっていう感じ。大包み的な役割。ね、大包み的な役割をしてますよね、うん。私は体に入ってるのは辛い。まあ、辛いですよね。辛いですかね。カリウスさん、人生イコール体験行動、目の前の出来事に逃げずに取り組むこと。言い切ってくださってます。ね。本当、それに、まあ、投入しながらも、でもそれに執着することもなくみたいなね、うん、軽い感じでいくと、まあ、いいのかなと思ってますけど、うんうん。そうですよね。だんだんなんか、まあ、もちろん何事も目の前にあることっていうのは本当に全力でっていうかね、一生懸命やるんですけれども、それに対して、なんていうかな、深刻さとか重さっていうのは、本当になくていいなっていうふうに思います、うんうん。まあ、自分の中ですごく重く捉えてやることもできるんですけど、軽くもやってもまあ同じ結果が出たりするわけなんですね、うん、です、まあ、真面目さとか一生懸命さと重さっていうのは必ずしもイコールじゃなくて、真面目に一生懸命やっても軽くでき、軽いっていうのっていうとね、なんかうん、あまりいいイメージを持ってない方もいらっしゃるんですけれども、心が軽いって何よりもいいじゃないですか。心が自由っていうのもとてもいいと思いますし、うん、心が重くて囚われてたら自由な発想もできないし、自分で自分を苦しめてしまいますし、自分で自分苦しめてたら人のこともなかなか許せなくなったり、人にもなんでああするんだこうするんだっていうような発想っていうのも出てきてしまうし、うん、ちょっと結局自分が不自由になったり苦しくなったり、辛いのは自分ですもんね。うん、そうですね。うんうん、じゃあ、3月のイルカ君のメッセージを、ちょっとテディさんにそれぞれ流していただきましょうか。流してもらいましょうか。ね、テディさん、うん。じゃあ、テディさんの3月のメッセージの方、お願いします。よろしくお願いします。ドルフィニスタアコです。今日はみなとみらいの会場から、公開収録させていただいてます。皆様お集まりいただきましてありがとうございます。この音がすごい反響してたくさん入ってる。10倍ぐらいそうね、今ね、2月 の、 あのメッセージにちなんだワークをやってたんですけど、このまんまじゃ流れで3月のメッセージ収録そうですね、していきたいと思います。じゃあ今からこちらの綾子の方がイルカくんですね、イルカのスピリットとつながって今からお話ししていきます。ではイルカくんお願いします。 Yes! お話ししてもいいですか？お願いします。まな板のイルカみたいな。恋じゃなくてイルカみたいな。
何でもやるみたいな感じ。もうそれには本当にね、自分のね、もう抵抗とか恐怖とかね、もうそれを言ってる場合じゃないだからね、うん、言ってる場合じゃないね、もう全部晴らしちゃってる、ね、もう恥ずかしいとかも全部もうどっかに横に置いてる、もう恥ずかしい言ってる場合じゃないよね。イルカ喋っちゃうから、イルカ喋っちゃうから、今はね、こう2月のメッセージでみんなとちょっとワークをしてたんだけど、2月のメッセージは自分の本音に正直に生きようって言ったよね、うん、そうだ、正直でいようだったんでね、うん、なんでかっていうと、自分が正直な気持ちっていうのは結局こうしたいか、うん、こうしたくないかっていう思い、うん、そういう自分の意思みたいなの出てくるよね、うん、なんでその正直なところを見てって言ったかっていうと、2月はその正直なもの出たら、それがもうポーンとね、スキー場で背中を押されたように流れるね、シューっていっちゃうから、シューってその現実が起こってくるからなんだよ、うん、だからもし自分の本音に気がつかないで、まあまあそこそここんな風にしましょうって、あなたがそこに位置してたら、はいはい分かりました、そういう現実ね、シューって繰り広げられていく。でもさ、裏にこう、こうもっとこうしたいのにと思いがあったら、なんか複雑になっちゃいそうだね。いやし、いつも我慢したり、うん、誰かが邪魔したり、なんか本当はやりたくないっていう思いがあるから、うん、なんかいろんな邪魔が入って、うん、抵抗したり、もうギクシャクした現実バーって広がっちゃうかもしれないよ、うん、でも本当にやりたいところにフォーカスしてたらさ、どうしたらいいかわからない、どうしたらそうなるのかな、理想のようになるのかなって全然わからなくても、分かった、あなたそうしたいのね、はい、いってらっしゃいみたいな、うん、いいね、そんな2月だったんだよね。シューって言ったら気持ちいいですよね。ねえ、うん、あれこれでいいんだ、シューってなっちゃう、うん、で3月はどんな感じですか。あ、3月はさ、うん、2月にもうそのシューッと滑った現実を体験してるんだよ。あ、もう体験しちゃってるんだね、はい、3月ね。3月は結構これ微調整できるんだよ。じゃあちょっと本音にちょっとうまく乗ってなかったかな、うまく気づいてできなかったかなっていう人も、最初の1週間ぐらいの間に、最初の1週間まだそこが微調整できるんだよね、うん、いいじゃない、いい、ね、ちょっと猶予期間、猶予期間、神様が猶予もくれますよ。1週間ですか、まあ、少ない、少ないでしょ、今の1週間だけなんだと思って、うん、2月さ、うん、2月やってきて、あ、結構いい感じっていう人もいれば、ちょっと望んでないのに、なんでこんなんなの、ちょっと大変なんだけどとか、やっぱりもっとこうしたいんだけどっていう気持ちが出てきたら、うん、そっちブワッと出して、うん、もう嫌だとかね、うん、ちょっと心で一発こうしたいみたいな気持ちできたら、そっちにパッとシフト、もうここは潔く行こうよ。いやもうその3月の猶予期間ではじゃあパッてもうパッと変える、もうそう思うんだったらそうするみたいな、もう嫌みたいなとか、本当にやめるとか、本当にするとかいう決断を最初の1週間以内にした、それにしなくちゃいけないんじゃなくて、した方がお得ですよ、なのお得じゃないいいんじゃないですかみたいな、うん、なんでかっていうと、やっぱりなんていうかな、天体動いてるし、うん、なんていうかな、宇宙の流れがあるし、うん、自然界の法則や流れっていうのはあるじゃないですか、やっぱり、うん、そうですね、それは川が流れるように、海が満潮の時がある、うん、干潮の時もあるように、うん、なんかもうそういう流れがあるんだったら、そこに行きたいんだったら、その流れを使っていった方がいいでしょっていうだけの話なんだよね。後押しが強い時、力かけなくてもピューっていくし、あんまり波が来ない時はちょっと自分で頑張ること必要だし、うん、いつもいつも僕たちは同じじゃなくて、そういう環境や自然界、宇宙の影響を受けながらどうしても生きてるわけだから、だったらその影響をこういう風にちょっと聞いて、あ、こんな風に使ってみようかなって、それも情報も道具として自分が上手に使ってみたらいいんだよね、うん、まあね、創造主だっていうと、まあ、いつでもできるじゃんっていうね、うん、まあ、ね、思う、何でも可能だって思うかもしれないけどさ、うん、でもなんかそういう、やっぱりこの宇宙って中に生きている私たちは、うん、そういうのもちょっと上手に利用していくといいよね。やっぱりなんていうか、冬に何か外に出て、うん、おばけてね、一生懸命なんかするよりは、何か季節がいい時に外でやった方が効率いいかもしれないじゃない。やっぱりあったかいし、うんうん、
寒い時やる時はよりはいいとか、うん、そういうのあるでしょ。ありますね。冬にどんなにねこう、うん、もっとこう開放的になりたいと思ってもなれない、なかなかやっぱりこう無理になっちゃう、ね、やっぱり縮こまっちゃう、ね、そういう時にはお家の中でできるコツコツしたことをやった方がいいかもしれないし、うん、そういうのね、うん、合わせていくのもいいと思うんだよね。じゃあ3月はもっとこう行くんですか、うん、行くんだよ、うん、そのためにちょっとした傷を修正できれば、初めのうちにちょっと軌道修正して本当にやったい気持ちあれば、また寝技の時みたいにボンとこれをしたいとか、もうこうやって生きるぞとか、自分大丈夫だとか、あ、やりたいんだとかいうふうにポンって決めるの、うん、そしたらまたそんなような展開になるから、展開が何か起こってきた時に結局後押しされてんのに、自分がずっとこういうふうにやってたら同じ道だよ、ありますよって言ったら、あ、はい、じゃあやってみます。こんな素直な気持ちですね。そうなんだよ、うん、僕が言おうとしたこと先言った2月もそうでした。そうだけど3月も、2月正直だったね、うん、3月はまた後押し来るから、素直さ、素直さ、素直さが大事なんだ、うん、正直さ、素直さ、とっても似てるけどね、素直に押されたら、はい、わかりました、行く、うん、目の前に舞台出されたら、はい、わかりました、歌ってみる、言ってみる、うん、あ、こんなお店行きませんか、誘われた、忙しいから言わないで、あ、わかりました、行ってみる、あ、情報見た、気になるな、でもって言わないで行ってみる、そういう感じ、うん、気になるものに足を運ぶ、それを積極的にして、自分で一歩二歩三歩現実作っていく、私の意思で作っていく、うん、2月は滑り台のようにチューって滑っていったよ、3月は最初の頃にまた決めるよ、こうしたい、ああしたいって決めるよ、そしたらあとは周りの状況来た時に本当に行動行動行動を意識的にする、決断行動、決断行動を結構チュワ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 動いてみること、ポイントだね。チキ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 やってるうちに、おお、こんなことしたかったね、あ、いい感じ、結果も来る、結果もやってくる、やってくるよ、うん、楽しみに再現しましょう、はい、ありがとうございました。
公開収録で2月に1回のペースでさせていただいてるんですけども、次回は4月18日東京の原宿の方で、会場借りてまして、そちらで行います。最初ね、自分っていうのを知っていく、その月に合わせた、メッセージで、まあ、その角度から自分っていうのを知っていくっていうワークをしながら、それで、最後ね、30分公開収録っていうので、全部で2時間半ぐらいかな、3時間ぐらいのプログラムになっています。で、今まではね、神奈川の葉山の方でずっと行っていたんですけれども、今年はいろんな会場をあちこちでやってみたいなっていうふうに思っています。はい、あとはね、私たち今力を入れているのは、とにかく皆さんの目覚め、自分自身の目覚め、ですので、ワンデー悟り講座ということで、悟りクラスっていうのが、3月、4月にありますので、そちらの方もご興味がある方は、具体的にね、実際、まあ本とか読んだり、スピリチュアルテレビをご覧になったら、もう、究極皆さん、ね、他の先生方も言ってること同じだと思うんですよね。で、それ皆さんはもう分かってると思うんですね。で、分かってることを実際、自分がやってみて、で自分を知ってみて、本当にそれがどういうことなんだっていうのを体で体感して腑に落として、でそのように生きていく、頭で知ってるっていうことでこういうものだって言って生きていくんじゃなくて、もうそういう人として生きていくっていう風になっていくようなプログラムになっていますので、もうどんどん皆さんが持っていた情報ですとか分かっていたことが体験となって、もうどんどん腑に落ちていって、それが内側の英知となって皆さんが輝き始めると思いますので、もしね興味あったり、いつか行きたいなっていうふうに思っていらっしゃる方は、また今でしょうっていうのもねなんですけど、そうね、まあぜひ、まあ、機会は逃さず来ていただけたらと思ってます。3月の末と4月の頭に、悟りの1デーと悟りクラスの2デーズっていうのが始まりますので、はい、ぜひご参加いただければと思います。はい、そうですね。ではですね、まあ、3月のメッセージの間、皆さん聞いていただきましたので、これからイルカ君の方にですね、ちょっと話をしてもらおうと思います。まあ、こちらのあや子の方がイルカのスピリットのイルカ君とつながって今からお話ししていきます。ではイルカ君お願いします。ぷわ、お話ししてもいいですか？はい、お願いします。皆さん、おはようございます。おはようございます。イルカでございます。イルカです。イルカくんって言います。はい、一つよろしくお願いします。ね、初めての方もいらっしゃる、ね、ああ、ね、僕はイルカくん言いまして、目に見えないけど、クックルアーチペのガイドです。あやちゃんとチャンネル合わせて今こうやって喋っているのは僕です。僕です。よろしくお願いします。はい、イルカでございます。イルカ君どうですかね。3月はなんか1週間ぐらいは微調整だって話がありましたね。いいでしょ、この猶予期間。猶予期間ね。いいでしょ、2月中にみんななんか心の中に決めたこととか、こうしたい、ああしたいって思ってることとか、あると思うんだよね。で、それが3月の1週目の間は、微調整ができるね。まあ、調整いらない人もいるかもしれないけど。もちろんね、もちろんね。なんかちょっとこう違和感とかね、もっとこうかなっていう。もう一歩行ってみようかなとか、もうちょっと角度こっちしてみようかなとか、もうちょっとどころかグイーンって行ってみようとかね。なんかどっかで遠慮して、こんなもんかなとかしてたもん。ジャブーンって行きたいとかね。いろいろあるでしょ、みんなだけに。こんなんじゃ満足できないとか、私こんなんじゃないんだよとかさ。私の人生こんなもんじゃないとかさ。仕事ね、もっとできるはずとかさ。本当だったらこんなことしたいとかさ。あるでしょ、
僕もあんだ。イルカくんもあんの？あるの。イルカくんはなんかプロジェクト作ってましたね。一人でね。プロジェクトしてんの、勝手に。見た、みんな、さっきのメッセージの最後の方にあった素敵な僕のやつ見た？イルカくん goes to ハリウッド。ヒューヒューすごい、かっこいい僕。あれはね、ハリウッドスター気分ですね。気分だけはね。あれはね、何かっていうと、僕はこの地球に来たね、僕のスタートの思いは、地球の皆さんに愛伝えたいっていう思いなんだ。ある時僕はイルカの星にいて、長老さんがみんなのことを呼んで、なんかイルカの会議みたいなのあったの。こうしたら長老さんはこう言ったんだ。これからね、地球は新しい愛の段階に入るよ。その時に僕たちイルカたちの愛が必要だ。だからこの中で地球に行く人いませんかって聞かれたの。僕ははいって手を挙げて、仲間と一緒にチャーって地球に来たんだ。その思いはみんなに愛を伝えたいっていう思いなんだけど、そう。それでこうやって僕はみんなにこうやって話してるだけで、すごい嬉しい、僕がここに来たこと、ああこういうことしたかったってすごくつながるね。もうね、それ以降アスピアレちゃんとこうやって話しながらみんなにずっとお話ししてきた。でこれは僕にとってとっても嬉しいことで、聞いてくれた人もみんな喜んでる感じと、なんかハートに響いてる感じ感じるために僕はすごい嬉しい。それでね、僕の中に思う気持ちは、もしこれがもっと多くの人に伝わったら、もっと多くの人ハート癒されたりリラックスしたり、何か大事なことを思い出したり、自分自身のことを思い出したり、はって火がついて動き始めたり、そういうことがもっともっと起こるんじゃないかなって思う。そしたら僕のイルカ的な発想なんだけど、いっぺんに多くの人に伝えるんだったら、テレビとか映画とか出たらいっぱいに伝わるんじゃないかなって思ったの。思ったね。そしたら、映画になって物語になったら、もっとみんなの心に残って、響いて伝わるんじゃないかなって思った。映画といえばハリウッドでしょ。ってググレ急にね、飛んでっちゃうんだけど、なんかさ、やっぱりなんかかっこいいじゃない、映画だったら、ハリウッドだなと思ったら、じゃあそこ目指しちゃおうかなって思ったの。目指しちゃおうかなって言ってるだけなんだけど、いいでしょ、言うところから。言うところから、ね、それは、もうアツピとアイちゃんと出会った時からずーっと話してることで、どうしよう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 言って、でもどうにもわからないだったら、2年ぐらい前にはアイちゃんと事務局のコバちゃんとね、アツピと一緒にもう自分たちでいっぱいハワイツアーの時にいっぱい写真撮ってね、それと僕のアニメと組み合わせて、もう自分たちでなんて紙芝居みたいな、スライドみたいな感じの映画っていうか、ね、物語作ったりとかして、もう手作りでやったりとかして、そういうこととかやったんだけど、結局何かっていう感じで、も自分の中に、僕の心の中に、そうやりたい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 の気持ち、2月にはその僕の正直な気持ち、本音がドカンってもっとすごい出てきてしまった。でもうやりたいなって言って、もうあやちゃんもカタカタやろうやろう、あやちゃんの手やりたい、ゆかくんのためやりたい、自分のためやりたい、みんなのためやりたいみたいな気持ちになって、それは楽しそうだって言ってたら、テリーさんからメッセージ来たんだよ。この番組ちょっとやってみないって。イルカくんね、
主役でね、なんか番組やってみない？イルカくんハリウッド目指すのね、みんなで盛り上がってね、楽しんでいく番組やってみない？みたいに言われて、もう超嬉しくなった。うん。アシピも嬉しい？まあ、これはでもイルカくんがあの主役だもんね。もうそう、こうやっていつも冷静にして、僕、イルカくんのことだからね、みたいな感じして、それはアシピのことでもあるでしょ？そうですね。そうでしょ？うん。うん。うん、そしたらね、もうどうなるかわかんないけど、とにかく、僕はみんなに伝えながら、うん、ハリウッドスターなんだ。うん、そういう番組スピーチャーテレビでやってくるから、うん、おー、どうしよう。どうしような。中身をどうするかを考えて。そう、うん。でもね、イルカの世界はどうしようないんだよね。うん、どうしようって僕言うけど、もう本当はどうするはなくて、やりたい、やってみる、できた、うん、これしかないんだよね、うん、やりたい、やってみた、できた、行きたい、行ってみた、行けた、よかった、これしかないんだよね、イルカの世界ね、うんうんうん、どうやってやろうかとかっていう方法、そういうのないんだよね。うん、思ってたら、なんか前に、そういう風になっていくっていう、それしかないんだよね。でもこれは、どんどん人間の皆さんの世界も、そういう瞬間に現実パッて広がるような感じに今なってるよね。うん。うん。まあ今は人間の世界はそういう風にちょっと感じないかもしれないけど、だんだんもっとそうなっていく、うん。どんどんそういうのは凝縮されて、早く、プロセスっていうのがすごく短くなってる。凝縮されてる。そんな感じするよね。うん。うん。うん。だからみんなも、もしやりたいことがあったら、あ、やりたいな、やってみよう、なんだ、できちゃったっていう体験、いっぱいしてみてほしいな。うん。ね。だから、この3月の1週目は、その気持ちの、なんか挑戦、調整ができる。うん。うん。この猶予期間っていうか、でもそれ以降猶予がないっていうわけじゃないんだよ。でも、それ、ちょっと角度変えてみる？もっとこういう風にしたいっていう、まあ欲みたいな感じだけど、自分の希望を盛り込んでみるみたいな感じして、自分が何したいか、また明確にすると、そっちにドーっていくわ。3月のね、後半のね、エネルギーがね。うん、どうしてもね、まあ、目の前の、ね、こう忙しさとか、うん、やることいっぱいありますので、それが、にね、こう神経を使いますし、うん、どうしてもそっちにエネルギーが使いますよね、うん。でも、本当にそれだけだったんだっけっていうね、私は本当にこれがしたかったんだけど、どうだったんだっけっていうのを、ちょっとこう、自分の子に聞いてみる。私はこんなために生まれてきたんじゃない、うん、みたいな。うん、ある時お皿を洗いながら、私は皿洗うために生まれてきたんじゃないか、うん、でもお皿洗ってね、みんな毎日、ね、毎日のことだから、お風呂も洗って、うん、お皿も洗って、でも、あれって思った時、うん、その気持ち大事にして、じゃあ何したいんだっていうとこ自分に問いかけて、で、みんなね、何したいか分かんないって言うんだよ。うん。なんかしたいんだけど、なんか何したいか分からない。ね。うん。うん、そしたら、まあ、なんていうかな、自分がやって楽しいなって思うこと、とにかくいろいろやってみて、うん、ワクワクすること、楽しいこと、フォーカスしていくっていうのはいいよね。そうですね。うん、時間の使い方、うん、意識の使い方なんだけど。まあ、自分のエネルギーの使い方、ね。エネルギーを何に注ぐか。うんうんうん、どこを見るために目を使うか。何を思うために心を使うか、うん、自分の見たいものを見て、思いたいことを思って、感じたいことを感じて、うん、自分で選べるよ。嫌なことばっかりに目を向けてみたり、うん、嫌なことばっかり考えたりして過ごしてるだったら、毎日嫌な毎日になっちゃうじゃない、ね、うん、何に目を向けるか、選んでいけるからね、うん。もうそれしかないっていうことないからね。うん、
もしたった一つのもう僕の道、私の道ってもうこれしかないんだって思ってハッピーだったらいいけど、これしかないんだと思ってとっても窮屈に感じた場合、それ以外にもあるよ、選択肢はいっぱいあるよって目の前にね、並べてみてください、ね。本当にこれしかないっていう状況ってそんなにないよ。限定はないかもしれないね。可能性は無限に広がっています。うん、でももしね、もし外側のそういうものに自分はあんまり興味がないなと思ったら、もしかしたら自分の内側に見て、フォーカス向けることかもしれないしね、やりたいことも。アスペは外側にも興味ないでしょ。ねえ、割とそうなってきちゃってますよね。うん、でも、そうやって内側のことをまたより知っていくと、知った分、外も、なんかこうしたいっていうものが出てくるかもしれないですね。そうだね。うん。どこで何がどうなるか。自分の気持ち固定じゃないから。うんうんうん、一回、例えばね、よくあるわ。もうそれは手放しましたから。いいんですとか言う人いるけど、手放したって心の中にある思いだったら今あるそれが大事だよ、うん、そのやりたいを見つけるにはまず私の内側を知らないとね、うん、やりたいもわからないんですよね。そうだね、うん、自分自身が一体何なんだっていうのとつながってくると思うんですよね、これはね。私は何をしたくてここにいるんだろうとかね、うん、胸が張り裂けるような思いに気がつくかもしれないよ。愛を伝えたいんだ、うん、遊びたいんだ、うんうん、いっぱい笑いたいんだ、うん、なんだろうね、みんなの中にあるその思いは、うんうん、僕はうわー伝えたいんだ、愛なんだ、うーってなってしまった2月に。2月にね、うん、私その日は今も燃えている、うん、燃えているだから、うん、なんか自分がロケットになってしまったみたいな感じでドゥー飛んでってる、うん、今飛んでるのね、飛んでる感じ、飛行中です、はい、うん、そんな感じでしょ。そんな感じですか、うん、そんなのかな、うん、で、まあ、3月も後半はもうそれをどん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 具体化していくって感じかな。そうだね。行動して動いていく3月になっていくから、うんうんうん、今のね、この1週間の過ごし方、すごい大事だと思うよ。うん。うん。うん、そうですね。まあ、本当自分の本音に気づいて、正直にしていくっていうね。ああ。まあ、すごいシンプルですけどね。それってことですよね。うん。うん、じゃあちょっとさあ、うん、どうしようかな、やろうか今何やるかな、自分の中にそれを見つけようか、うん、うん、じゃあ目つぶろうか、うん、じゃあちょっと瞑想していきましょうか、うん、目つぶって今もしできる人いたら楽に座って深呼吸して、力抜いて、あ、力抜く前に肩に力入れて、はぁーって抜いたりして、肩上げて首回して、楽にしましょう。うん。頭にあった意識、ハートに下ろしていきましょう。ハートに下ろして、そこでリラックスしましょう。じゃあね、イメージの中でイルカになって、
ジャポーンって海の中飛び込んで泳いでみようか。スシーって海の中泳いで。結構イルカはね、ひとかけしたらピューって進むだからね。シューって進んでいくよ。ジャンプして、太陽の光浴びて、キラ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 。水面が輝くのがとっても綺麗なんだよ。海の中を自由自在に泳いでみようか。何の荷物も持ってない。洋服も着てない。自由自在に泳げ。泳いであっち行ったりこっち行ったり、何の力入れなくてもできるんだよ。こんないいことないでしょ。ピューって進んでいくよ。イメージの中でイルカになって海を泳いでみましょう。そしたら、深く深く深く海の中潜っていきましょう。下に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 潜っていきましょう。海の中深く深く深く入っていきましょう。海の底まで着いたら、その底をずーっとまっすぐ前に泳いでいくよ。そこスレスレのところを泳いでいく。前に前に進んでいくと、何か宝箱のようなものがある。宝箱の周りをぐるぐる回ってみようか。宝箱の前に行ってみて、どうもこの中には何かあなたにとって大事なものが入ってるみたい。あなたの宝物入ってるみたいだから、開けてみようか。さあ、2、1、オープン。何が入ってたかな。中に入ってたものよく見て、それと自分とコミュニケーションしてみて、何かな、どんな感じかな、今あなたの心に感じるものを大事にして、思い浮かんでる気持ち大事にして、
OK、そしたら、もしその宝箱の中のもの、持っていきたいなら持っていく、置いていきたいなら置いていく、もうそれがどこかに行ってしまってたらそのままにする。そして宝箱の蓋を閉めて、また海の中を泳ぎながら、もっと来たところに帰っていこうか。水面の方に向かって、太陽の光の方に向かって上がっていきましょう。上がってったら水面高くジャンプをして、もっと来た方に向かって泳いでいこうか。元来た方に戻って、最後、ジャンプして、この体に戻ってこよう。OK。うん、目を開けてきてください。どうでしょうかね。みんなできた？海の中の宝物ですね。宝物だよ。うん、何が、うん、見つけたかね、みんな。自分にとっての宝物ね。うん。うん。それが本当にしたことですかね。わかんない。何かわかんないね。うん。うん、あ、デイジーさんが、なんかとってもいいって書いていただいて。とてもいい。なんかいいものがあったかな、うん、気分いいかな、うん、うん。どうだったかな、うん、なんか自由感じたかな、うん、うん。海で泳いで楽々になったかな、気持ちよかったかな。こうやってね、自分の中に入っていくだけでも、うん、なんかこう自分をなんか知ってったというか発見したようなそんな感じになるかもしれないですね。うん、うん、あ、キラキラ光る自由が入った、海の中を自由自在に泳ぎ回るのが楽しかったって書いてある、ね、楽しかった。カノンさんは宝物を持ったら宝物の人から LINE が来てびっくりしました。涙がいるかくありがとう。あ、ちょうどなんかそういうメッセージが来たんですね。すごいね、うん、よかったね、うん、石川理恵子さん楽しかった、涙出ました。涙出ちゃうよね、うんうん、自分の大事なもの分かるだけでも感じるだけでもなんかいいよね。うん、みーこさん、たくさんのハートが入ってきました。海中に散らばっていて泡みたいに弾けたやつもあったし、あちこちに流れていたのもありました。すごく気持ちが楽になりました。ああ、よかったね。ですね。ドルフィンアイさん、イルカくんありがとう。ナナエロピピさん、息はイルカだったけど帰りは人魚になってた。ソフトクリームとペロちゃんキャンディーが入ってた。ああ、そうか。帰り人形になっちゃったね。なるほど。うん。そらそらさん、キラキラ輝くお姫様から希望を持つようにって言われている感じがしました。ああ。希望ね。よし、うん、感じがしたんだね、うん。よかったね。希望を持とう。うん。うん、事務局小林さん。自由な私がいました。私を大切にしたいと思いました。そうか。なるほどね。キムオンさん出会えた。あ、よかったですね。出会えたんだね。うん。テリーさんですね。
女神様の黄金の像が入ってました。わっ、女神様。テディさん。テディ女神ですかね。わお。うん。ともみさん、ハートが熱い。熱い。フラッペさん、宝箱からハートマークがいっぱい飛び出しました。それをチェックネックレスにして戻ってきました。うわー、いいねー。あー、うん、ハートがいっぱい来たんだ。うん。しえさん、光の中に希望が入っていました。希望はいいよ。希望があるってことは、本当にとってもいいことだよ、これから。さっき希望がなくて毎日生きてるのは、本当に何のため生きてるか本当にわからない。わからないでいるとき、本当に辛くなるよね。うん。うん。うん、そう、でも何のために生きてるかわからないときがあってもしょうがないね。うん、そういうときもある、うん。うん。でもなんかその空虚感とか、なんか虚しさ、寂しさがあるときっていうときは、実は自分の心を見てっていうサインでもありますよね。うん、yes、 うん、それは埋められるのは、自分自身でしょ、うん、なんかしたから埋まるものじゃなくて、自分がその空虚感、その穴見つけて、ああ、こんな気持ちだったんだねって、その自分により、気持ちに寄り添ってあげたとき、その空虚感は本当に溶けてなくなるよ。うん。そうですね。うん。何かをしないと空虚なんだ。じゃあ何かを見つけなきゃっていう外側にないよ、うん、でも僕たちは地球に来て現実っていうものがあって、外側にいろんなものがあるから、もちろんそういったものを体験したり何かを手に入れたり関わったりしながら、僕たちの心が変わったり動いたりするから、その気持ちを感じることによって、でその空虚感が温かい気持ちになったりはするよね。うん、そうね。うん、桜クラットさん、ハートが温かいってね、ハートが温かいんだからって感じ。知ってるその歌。流行ってるやつだ。うん。ありがとう。ミミさんもね、愛が涙が溢れてきました。Yes。うん、本当にそうですね。ね、梅子さん、金融の鍵を受け取りましたもん。いいですね、ああ、じゃあもう本当に扉が開くね。うん、その鍵で。ね、あ、クラツダンさん、おはようございます。おはようございます、クラツダンさん。今、みんなで瞑想してたんだよ。イルカになって海を泳いでたの。うん、ね。うん。コリンさん、なんかイルカになって、ものすごいスピードで海の中を泳いでいました。そして海面に飛び出して、ものすごくジャンプしてた。イルカはね、結構車ぐらいはもうピューって速いよ。うん、あっという間に出る。車ぐらいね。うん。うん。ララさん、おはようございます。おはようございます。イルカ子さん、みんなと出会えた。おお。嬉しくて嬉しくて涙が溢れました。自分にとって何が宝なのかよくわかりました。うん。ああ、はっきりわかったんだね。うん。そしたら大事なものを大切にしながら生きる。うん、そのものを自分の人生の真ん中に置いて生きる、うん、毎日を過ごす、うん、そういうふうにしてたら本当にイルカ子さん毎日充実していくと思うよ。うん、カノンさんね、ジンベエザメやマナティと泳いだりして気持ちよかった、素敵なひな祭りです、宝物とか、うん、3月3日でしょ、イルカの日だよ、うん、三三。三三はイルカナンバーでしょ、三は喜びの数字だしね。うん。そうね。オッケー。テリーさんもイルカになると楽しい。楽しいでしょ、イルカになっちゃうわ。人間だから、イルカになってみたら本当に楽しいよ。チェンマイコさん、何か取り戻した感じ、ほかほかしています。うん。ありがとうございます。ね、チェンマイかな。ね。また会いましょうね。ヒロさんもね、大きなピンクなハートとみんなも笑顔がありました。それを受け取ったら背中の痛みがなくなりました。ああ、よかったね。うんうんうん、みんなの愛、みんなの笑顔、いつもあったんだね。うんうん、よかったね。ララさん、イルカと話したいなって。
そうだね、うん、イルカとお話あしてるじゃないですか、うんね、今チョクリンコさん、宝箱の中を見て自分のやりたいことがはっきりしました。ああ、よかったね、チョクリンコさん。ね、何だったんですかね。うん、自分のさ、こと分かると、本当にいいでしょ、うん、それが分かんないで、別のことやってたら、本当に毎日つまんなくなっちゃうし、うん、文句いっぱいになっちゃうよね。ナコリンさん、宝箱を開けたときなんか、涙が出てきました。なんだろう。うん、自分の奥深くのところに触れる。そうね、だから本当に言葉や情報じゃないんだ、それを知ってて頭で理解することじゃないんだ、本当深く内側にあるものと自分の中にあるものとこうやって触れていくことなんだ、うん、つながっていくことなんだ、うん、うん、自分のことですもんね、これね。うん。海さん、とっても気持ちよかったです。うん。うん。ふらぺさん、3は喜びの数字なのか、なのですか。嬉しいです。今日は誕生日です。ああ、おめでとうございます。Happy birthday to you!Happy birthday to you!Happy birthday, dear ふらぺさん !Happy birthday to you! パンプン、パンパン、どん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 。いいね。ひな祭りだ。あ、僕がろうそく消しちゃった。あ、僕間違えちゃった。フラフィさんの幸せになってます。うん。はーいねー。ねー。喜びだよ、さんは。うん。うん、うん。誕生日おめでとうございます、みんな。っていう声聞こえるよ。聞こえますね。うん。うん、マコリンさん。自然にイルカになれたので、昔イルカだったのかなって。ああ、そうですか。この人間の肉体は、昔から動きにくいなと思う、という思いがどっかあるんだよね。うん、そうかもしれないね。みんな人間慣れしてないのかもしれないしね。そうかもしれない。もともと、大きな大きな存在が、今人間の中に入ってるだけだから、そのことに違和感を感じてる人はいるかもしれないね。うん、僕だって今イルカのスピリットとしてここにいるけど、僕は 別にイルカにだけ限定された存在じゃない。それと一緒にみんなも人間っていうものに限定されている存在じゃない。もっと大きな大きな偉大な存在です。うん、でも今グルザン事件ね、人間という体に入っている人間のふりをした存在です。うん、イエス、実体。今はね、人間ってものを体験してますね。うん。うん、ね、皆さん、誕生日おめでとうございますとか。おめでとうございます。さん、宝箱、はじめは星がキラキラ舞い上がり、次にハートが見えてきました。うん、星とハートが輝いてるね。すごい幻想的でいいですね。なんかね。オッケー。みんな、うん、うん、テリーさんですね、イルカの肉体ってなんかいいな、動くということが気持ちいいね。そうでしょ、イルカってね、うん、結構大きいんだよ、重いし、うん、それなのにあんなに軽く早くシューって海の中動けるってすごいいいでしょ、うん、人間よりも重たいし大きいのにかなり早く、うん、イルカを間近で見ると分かるのが大きいですよね、バンドイルカとかね。バンドゥは大きいよ。バンドゥは大きいね。ちょっと太ってる。うん。あ、でも、ハワイのイルカはちょっとね、小ぶりですね。スピナーは、細いスマートなイルカが多いよ。うん。すっごい早い。うん。うん、イルカくん、皆様ありがとうございました、フラップさん、ね。フラップさん、おめでとうございます。うん、ありがとうございます。みっちさん、一冊の本、金色の鍵が入っていました。水の中とても気持ちよかったです。さっきも金色の鍵。うん、皆さん、鍵を受け取りました、ね。鍵とか、愛とか、輝きとか、ね、希望とか、とっても。何が入ってたんでしょうね。その鍵が開けたの。またね。もう、あ、この鍵を、鍵を使って開けたいな。開けよう。何かこの鍵のものがあるんだ。うん、
ってあなたが思ってたら、今度そのあこのことかこのことかこのことかってどんどんそのとあなたの扉が開く体験がどんどんやってくる、うんうん、さっき言ったじゃん、どうやってはないから、どうやったらこの鍵使えるんだろうとか、それはあなたが心配しなくてもよくって、あ鍵があった、じゃあ開くんだ、うん、みたいな感じで、もう目の前に来た時鍵を入れてみたらいいんだよ。もしくはもう入れる必要もないかもね、うん、全部開いちゃってるかもしれない、もう鍵をもらってるってことはね。もう結局もどうやってもなくて、ただ私が望んだ通りになるだけっていうね。みーこさんですね、イルカに触ったことがあります、大きくてツルツルしてました。いや、ツルツルしてるな、僕ね、前はナスみたいに言われたことありました。触ったらナスみたいだった、うん、色もちょっとナスみたいかも。違うでしょ、違うでしょ、ナスの色と僕の色違うでしょ。あと違うみたい、ね、うん、タイヤみたいみたい、ゴムみたいみたいに言われた人もあるよ、うん、弾力性があります、ね、ありますよ、うんうん、ピチピチだよ、お肌は。うん、桜グラッドさん、イルカくんもイルカのふりしている大きな存在なのかな。イエス、僕もそうだし、あなたもそうだし、うん、みんなそうだね。ヒロさん、素晴らしい体験ができてとても嬉しいです、感謝感謝です。よかった、うん、こういう体験いっぱい僕たちしてるなよ、うん、本当にみんな今度直接会いに来て、ね、うん、イエス。ハノンさんですね、今、銀行振り込みしようと思ったら、キーナンバーが333でした。ああ、333入れたら振り込みできたの？すごい豊かだね。今日は。これも偶然333、今日のラッキーナンバーは33ですね、みんな。そらそらさん、希望とともにダイヤモンドと未来の豊かさが見えました。いいですね。希望を持ちます。よしよしよし。希望は本当にいい。未来の豊かさもとてもいい。うん。ララさん、ハートの完熟トマトが入ってました。スペースは。赤い甘い完熟トマトいいね。みこさんもね、ナスわかります。新鮮なやつのゴムみたいでもありました。そうそう。うん、わあ、みんな今さ、気持ちすごくいいでしょ？上がってるの感じでしょ。結局は自分の心次第で、毎日が心が映し出された現実をみんなが体験してるんだよ、毎日。だったら心がこんな風にあったかかったり、豊かだったり、希望だったり、キラキラしてたり、心が満たされていたら、そんな現実が皆さんの前には繰り広がっていくよ。だからこうやって心を整えていくこと大事なんだ。何をしたかっていうと、みんな内側に入ってったんだよ、うん、私がの中に入ってった。そしたら心がこんな気持ちになった。そしたらそれが外に現れてくる。今みんなの心が平和で